デズモンド・モリスは、イギリスの動物学者、著作者、バーミンガム大学で動物学を学び、ついで、オックスフォード大学大学院に進みニコティンバーゲンの元で動物行動学を研究。ロンドン動物園の鳥類学研究部門の長だったが、1960年代に、テレビの動物番組、ズータイムのプレゼンターとして登場し、番組の中で、 チンパンジーに絵を描かせるといったパフォーマンスを行ったことで注目を浴びた。人類を一生物種としての人であると定義し、動物学者の見地から人間とその行動を観察、動物としての人間のあり方を解くとともに、人間本位の社会観や価値観に継承を鳴らしている。また、犬、猫、馬などの身近な動物が持つ、見落とされがちな習性や知られざる、 特性を数多く紹介し、人々の動物への理解促進にも努める。1967年の著作ザ・ネイキッド・ヘープはベストセラーとなるとともに、その人間観が大きな議論も巻き起こした。その理由は、それまでのキリスト教的な人間観を排除し、動物としての人間をリアルに発射したことにあり、人類の類人猿との共通性や、 戦死時代の狩猟採集社会の混乱を乗り切るために人類が大きく進化させた行動について説明している。著作の多くが翻訳されている。来日した際には相撲観戦をした。重量の取り組みでは力士の行動観察で8割方勝敗が分かったが幕打ちになるとどちらも巧みに自分が勝つという信号を送っていたため勝敗を読めなくなったという。 コンゴという名のチンパンジーによる作品シュルレアリスムの画家としても知られ、初期はジョアン・ミロの展覧会の時などに合わせて展示されていたが、1948年に初の個展を開き、以降は定期的にそれを開いている。1957年には、ロンドンのインスティチュート・オブ・コンテンポラリー・アーツで、チンパンジーによるペインティングやドローイングの展覧会も主催した。そこには、 今後という名の若いチンパンジーの作品も含まれている。1967から1968年には、ロンドンのインスティチュート・オブ・コンテンポラリー・アーツのエグゼクティブ・ディレクター役も務めた。彼の画風は、同じく、ティンバーゲンの下で、動物行動学を研究したリチャード・ドーキンスの著書、ザ・セルフィッシュ・ジーン、放題、利己的な遺伝子や、ザ・ブリント・ウォッチ・メーカー、放題、 盲目の時計職人のイギリス版の表紙絵などで見ることもできる。モリス、裸の目、マンウォッチングの旅。ありがとうございます。